打って変わったあの機器の話になってくるんですけども、あのここではあのデータをどう取得して、どう解析するかということについてお話、あの簡単にイメージがつかめたらと思いますよろししくお願いします。 えとコンテンツは大きく3つでしてあのシステムを構成する検出機のシステムとデータ収集システムそしてデータ解析システムです、えー、とこれらはあの c というのはあの、まあ、先ほど殿さんの方からも話しあったようにパルスを利用した実験が主ということでパルスごとにイベント処理ができるようなシステムを構築しておりますでは本題に入る前にまずあの開発の設計コンセプトについて簡単にお話しいたします こちらがその設計のコンセプトなんですけども大前提としてサクラのあのエクセル光源の特徴を生かすそちらが大前提とありましてそれに沿ったシステム作りをしておりますえっと検出器の立場からまず考えましてこのエクセルの特徴というのは大きく3つで X 線パルスであるということそれが繰り返し6ヘ閉数で飛んでくるそして信号が二次元広角に分布するこれらを同時に満たす信号を検出するということが要求されていますですので従って検出器というのはこちらの,あの高速読み出しですとかシグナルシングルパルスに 対する高ダイナミックレンジそして大面積センサーそして高い放射線耐性というのが要求しようとなります検出器の方の使用が決まりますと、まあ、あの自然に DAQ と解析のシステムの使用も決まってきます高速読み出しと大面積センサーということで大容量のデータが出力されますですので抗体域のデータ伝送そして大容量のデータハンドリングが要求されますこれに踏まえて膨大なデー,タのデータを解析しないといけないので高速の計算性能を持つ必要がある そしてパルス実験という前提のもとに XL ショットの情報と検出器のデータはべてパルスごとに紐づいている必要があるつまりイベント同期の機能が必要ということですこれらがあの解説あの開発のコンセプトでありましてこれらをすべて満たすデータ収集解析システム基盤の構築そしてそのインターフェース両方を構築しておりますこちらがそのシステムの概要となっております まあ大きく3つ検出機、データ収集システム、解析システムとなっております検出機は基幹検出機の m p c c 検出機と可視光用のカメラを整備しておりますこちらの,の 60Hz で収集そしてデータを保存するのがデータ収集システムの役目ですそのデータを読み出して解析するのが解析システムの役目ですこちらで注目していただきたいのがデータの帯域なんですけども例えばこのデータ収集システムは検出機最大12台そして 60Hz のデータを同時に読むことができますそれをデータ帯域に換算しますと7 2 0 m b ンドこれを1日データ取り続けたと換算しますとおおよそ 62TB と非常に大きなサイズとなっておりますしたがってあの、まあ、実験にもよるんですけどもデータの持ち帰りは非常に困難であるとですのであの解析システムを用いてユーザーのデータは保管そして解析するそういった運用のコンセプトとなっております ではそれぞれの詳細について話を移します。 まずは検出機なんですけども検出機の開発コンセプトとしましてサクラにおいて1つの検出機で広く利用実験をカバーするそ,れを元にそ,れそういったコンセプトをもとに開発しておりますですので XHEL の最大読み出し周波数と同じ 60Hz のフレームレートそして1光子から数千光子,子の検出ができる高ダイナミックレンジそしてセンサーアレイによる大面積化とサクラの非常にあの放射線ダメージが大きい環境下で2年以上 あの正常に動作するこれらを合わせ持つ検出器を開発しております。こちらはその検あの開発先 PCD 検出器が現在達成している性能となっております。 設計仕様をほとんど満たしております、まあ、唯一満たしていないのはフレームレートでして半分の30ヘルツとなっておりますピーク信号は4.1メガエレクトロンこれは6ケ部のフォトンに対し2500フォトンに相当しますそしてシステムノイズは1公式検出できるかどうかを決めるところなのですがこちらは250エレクトロンこれはフォトン数に換算すると1フォトンより十分小さい0.15フォトンですので1公式検出が十分にできる SN を持つ検出器となっておりますそしてリニアは以下で カレントは600キロエレクトロンこちらはあの検出器の冷却機構により十分に抑えられる数値となっております、まあ、以上を踏まえまして MPCC 検出器は SAKURA の利用実験に十分に対応できる性能を持った検出器となっております こちらが現在共用中の m p c c d 検出器の一覧となっております。まあ、4種類ありまして、あのそれぞれカメラヘッドの構造とイメージフォーマット、センサーの枚数に応じて異なっております。こちらの m p c c シングル、デュアル等はまあゴニを等に乗せてまあ待機中で使用するのに適しております。そして m p c c d オクタルは 主にコヒーレントディフラクションイメージング等に使用されております。そしてこの M P C C D ショートワークディスタンスという略なんですけども、ノーオクタル検出器は、あのサンプルとあのセンサー面を近づけて立体角を稼ぐ用途によく使用されております。 こちらの4つの検出機を踏まえまして、共用開始から75%という使用率、あのユーザー、えー、と利用申請、利用申請課題の中の75%の使用率となっております。従、まあ、いまして、当初の目的であった1つの検出器で、広く利用実験をカバーするという目的は達成されているという状況です。 そしてデータの出力なんですけどもあのセンサー単位で一つ一つすべて全ての,あの,、まあ、あのマルチポートリードアウトなので原因を押せとそれぞれ異なるんですけどもそれらはすべてキャリブレーションされた状態でデータが提供されますアレイ検出器に関してもあのサブピクセルの,あの精度にてあのア,レイアレイ化した画像の状態であのユーザーの手に渡るように。うん しております基本的には施設機器の施設機は施設の側で前処理を行いましてユーザーには余計な手間をかけないようなシステム作りを行っております次,に次の検出機の後段のシステムであるデータ収集システムについてですこちらはあの最大 12, 12個の検出機を 60Hz で読み出す こととができるシステムとなっておりますこちらのフレームグラバーカードでー検出機のデータをそれぞれ読みましてデータをまとめて展示のインサネットで転送しますそして中継サーバーを経てこちらの,あの高速ストレージに保存するという仕組みになっておりますそして中継サーバーの機能としてあのオンラインで画像を解析しましてその解析結果をデータベースにアップロードするというような機能も持っておりますまたこちらの こちらのサーバーは、あの検索の画像をオンラインであの制御ターミナルに表示するという機能も持っております。こちらのデータ収集システムを利用するために、あのユーザーに対するインターフェースは制御ターミナルとユーザーネットワークの2つとなっております。そのうちのユーザーターミナルなのですが、こちらで GUI と Python ベースの API を提供しております。こちらで施設機器の制御、 例えば検出器のデータ保存ですとか、XHAL、ポンプレーザーシャッターの開閉、そしてポンプレーザーの入社の,あのタイミングの調整ですとか、サンプルの位置の調整のためのパルスモーター、そして XHAL の強度の調整のためのアッテネーター、それぞれが全てユーザー向けで調整できるようになっております。前者の3つは同期動作を保証しておりまして、後者の3つはあの実験のパラメータを決めるものですので N 次元、N 次元スキャンソフトで効率よくデータ収集ができるようにソフトウェアを提供しております。 次に、ユーザーネットワークなのですが、ユーザーネットワークを使いまして、ユーザー持ち込みの PC を接続できるようになっております。こうすることにより、ユーザー好みの制御ソフトウェアですとか、解析ソフトウェアを使うことができます。また、施設機器へは、施設機器あはコントロールターミナルを通じてリモート操作できるようになっております。 また HPC にあの解析システムの一部で,一部である HPC システムに接続して実験ステーションにいながらステあの保存したデータを解析できるような環境もあります、まあ、しかしながらあのこちらの,あのユーザー自身が持ち込みの,あの機器等を入れるにはそれなりの,あの接続の試験ですとか動作確認の必要がありますそういった負担が大きいのであの施設機器を使用する場合は施設,施設のインフラソフトウェア等を利用することを強くお勧めします えと最後の,あの最終段のシステムである次に回層域システムの概要について紹介させていただきます。こちらは、あの、 基本的にユーザーはこの HPC システムというあの80ノードの,あの PC クラスターを利用して取得したデータを解析することになります1 4テラフロップスで3テラバイトの RAM そして1 7 0テラバイトのストレージを持っております、えっと、解析の手順としまして前段のデータ収集システムのストレージからダウンロード HPC システムに HPC システムまたはアーカイブストレージにデータをダウンロードして解析するという手順となっておりますここで注意していただきたいのは HPC システムはユー,ーユーザー間共有のシステムとなっておりますのでまた 170TB のストレージに制限されていますですので基本的にデータの保管はこのアーカイブストレージにしていただきあの解析するときのみこちらの HPC システムにデータを移行して解析するそういった運用,に運用を行っております でこちらはあのまずあの大容量の,あのデータを解析するための,あのハードウェアのインフラは整えておるのですが、まあ、効率よくデータはそれ以外にもあの選別しないといけないということでソフトウェアも。 用意しております。こちらは、あの、前段のデータ収集システムで、あの、オンライン解析をして、必要なデータ、そして不要なデータを選別して、それをインデックス化してデータベースに上げております。そのデータベースのインデックスを利用して、必要なデータのみを、あの、解析システムの方に抽出するという、そういったサービスとなっております。えっと、最後に、あの、スーパーコンピューター FX10 について紹介いたします。 経営を構成する FX10 をスプリングエ g トサイト内に今年3月に整備しております。総合性能は経営のおよそ100分の1の1 4ラフロップスとなっております。こちらを用いてスプリングエ g トサイト内で画像解析の前処理を行って、その後経営に、経営を利用した大規模解析を実施するという ケイトのシームレスな接続を視野に入れて、ハードウェア、ソフトウェア両方を整備しております。こちらを利用するには、まず、桜の利用課題申請の方を通過していただいた後に、FX10 への利用申請を行い、また、それに加えて施設側の審査が入るという手順となっております。最後にまとめとさせていただきます。えー、と検出機とデータ収集システムは、ほぼ使用通りの性能を達しており、現在、共用中となっております。そして解析、解析システムは、大容量のデータを扱うための あのインフラを丁寧に整備しており、それもここを加えて、ケイトの接続もにあみ、FX10 のスーパーコンピューターも整備しております。で、これらのインターフェースも並行してあの開発しているというところです以上です。